収穫できます。農園で収穫できます。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。スターホースポケットをやっていきたいと思います。プレゼントが届いています。前回ですね、かなりこの、カタノサニブラという、馬が期待できるという感じでして、3連勝を挙げました。なので今回も続けてやっていってですね、もう重賞から取っていきたいと思います。で、今なんですけど、即いきなり皐月賞出してみますかね。海老名に任せてみましょう。馬体重が気になるとこですね。今がベスト体重470キロなんでしょうか。元気ですね。いい感じですね。あ、すいません、失礼しました。クエストを達成しました。ご存知ですか？さてと、なんかバレンタインケーキというのがありますね。214というのは2月14日だからだろうか。最初のうちは成長を促進しておきたいですね。というわけでバレンタインケーキを使います。何か用ですか？478では少ないんですが、やっぱり4740がベスト体重っぽいですね。今週はレースがあります。ハードな調教をやってもいいんですけど、これ2キロ低い馬体重です。で、いきなりもう皐月賞に挑戦して様子を見ます。父をサニーブライアンは皐月賞ダービーと一気に取りましたからね。余裕の一番人気です。1.2倍、すごいな。ちなみに2番人気が、グランデッツァ、3番人気がワールドエース、4番人気がディープブリランテですか。まあ印がついてるのはアダムスピークですよね。とはコスモオゾラっていうのも結構良さそうな。5から8と2かな。あ、ボックスでもいいかも。はい、馬券を買いました。印のついている、人気にかかわらず印のついている
ところを買ってみました。あー、ゴールドシップがいるんですね。ゴールドシップ3番人気にも入ってないのか。各馬ともここを勝ってダービー、そして菊花賞へ夢をつなげていきたいところであります。さあ、ゲートが開いた。さあ、スタートはまあまずまずです。12頭が飛び出しました。これで先頭に出るでしょう。切ったのは旗のサニブラ。名称カドバツがかわしていきました。名称カドバツはかわできますね。そのうちにいます。そしてその後ろからトリップ、そのうちからはメールドインパクト、そしてその外に8番グランデッタ、内を通って6番アーデント、ディープブリランテ、そして外からはワールドエース、コスモオーロラがその後ろちょっと離れて12番ゴールドシップであります。ゴールドシップがは後ろから2番手です。先頭行く5番カタノサニブラ、カンバシンリード、第2コーナーから向こう流し、それからもう1頭名称カドバツ、アダムスピーク、それから足毛の馬体トリップ、そして5番手にメールドインパクト。ペースはそんなに速くないみたいです。その外からは8番グランデッタ、内から1頭アーデント、その外に9番ワールドエース、そしてそのうちに3番コスモオーロラ、ディープブリランテ、その後ろ5馬身くらいあって12番ゴールドシップ、そしてしんがりから里のギャラントが最高峰。ゴールドシップは上がってきますね。注目の的であります。さあ、ここで話引き離し始めてるが、ついていっているのはアダムスピーク、3位ディープブリランテとワールドエースが来ているが、どうだろう。あ、これ強いな。おお、すごい、いきなりから。あっさりサツキ賞を取っちゃいました。確率に育てていきます。ところでベスト体重が480ですからね。もちろんダービー登録です。フェノメノがいるんですね。浜中に依頼してみましょう。気合十分ですね。さらにバレンタインのもので強化します。ところで中距離としか今距離かん、言われてないですからね。元気ですね。いい感じですね。さあ、あと3周2周1周とそんなにもう間がないです。ご存知ですか。気合十分ですね。いい仕上がりです。ちょっと距離長いかもしれないですからね、サニーブライアンにとっては。適正な馬体重です。さあ、これで480ちょうど。
ベスト体重で出走させることができます。さあダービー行ってみましょう。オークスは取ってるんですよね、実はね。なのでダービー取れば両方のあのクラシック制覇です。これも 1.2倍、すごい強いな。これは髪の馬かもしれない。相手としてはやっぱワールドエースですね。1点で良さそうな。あとゴールドシップぐらいか。9から48ですね。さあこれで、購入馬券がご覧の通りとなりました。さあいよいよダービーです。せっかくいい馬洗えたんだからここは取りたいですね。競馬の祭典ダービーのスタートです。ホースマンにとってはこのダービー制覇こそが夢であり悲願であります。スタートを切りました。狙いすましたダービーの舞台で勝利をつかみたい。スタートなんですけど、あもう先頭に立っています。先手を取ったのは片野サニブラ。これを追って12番なかなか快速ですね。アルフレードが上がってまいりました。お大逃げになってきました。第1コーナーに差し掛かります。外を通ってグランデッツァ当選誉れ星コスモオドラがその後ろ内から一歩。果たしてこのペースはどうなのだ。第1コーナー左にカーブを取って第2コーナーそれから目の上のそしてその後ろから3番メールドインパクトそれからスピルバーグ。9から4と8でしたね。8ゴールドシップは最高峰です。前から整理しましょう。ちょっと後ろすぎるよな東京の直線とはいえ。この馬にはありますかなりばらけました。ちょっと離されましてアルフレード。タイムもそんなにあのハイペースじゃないです。そして内からはうまいペースに乗せてます。チャンスですね。そして6番手に6番コスモドラその内からは4番ワールドエース。まもなく第3コーナーに差し掛かります。1番プロイバ対ベノーメノであります。その外に3番メールドインパクトスピルバーグジャスタウェイがそのうちにいます。一番後ろに8番ゴールドシップ片野サニブラ目下敵なしの間注目の的であります。その後ろ5馬身アニメ版も銀魂最終章ですからね。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。オレンジの帽子片野サニブラが先頭さあ押し切れるか。なんか力強いんですけどね。足はディープブリランテか。さあワールドエースが伸びてきた。さあつまらないね。足がいっぱいだ。スピルバーグの方が伸びてきてるような。あー強い。2冠です。先頭だ。クラシック2冠達成。3冠へ向かって視界よし。獲得賞金は1000枚突破。早くも1000枚突破ですか。いやすごいですねこれは。あっさりすぎる。厩舎レベルを上げました。1008を2600ですから結構幅広いレースに使えるというのが魅力ですね。やりました。
ところで、まずまずでしょうか。いい感じですね。というわけでですね、放牧に出しましょう。これはそして放牧から帰ってきましたら WBC にチャレンジです。ところで WBC はターフでいいでしょうね。ご存知ですか。ところで、さあこれで480機を入球させましょう。ちなみに菊花賞はこうなってますね。さあどれがいいかな。まあこれですね。でしょうか。適正な馬体重です。何か用ですか。ご存知ですか。元気ですね。さあこれで WBC 出したいと思います。 WBC は WBC クラシックか WBC ターフかどっちでもいいんですけど、ターフの方かな。クラシックはどちらにしても、悪くないですね。再度エビナに、託したいと思います。さあこれ本当に楽しみですね。 WBC は何度か制したことあるんですけど、その上のクラスもまた、距離適正も合うということもあって期待が持てますね。これはすごい馬が出てまいりました。ということで本当に期待したいと思います。はい、というわけで、スターホースポケット、この動画はここまでとなります。またいつもの通り、説明欄にブログ、ツイッターのアドレスに、貼ってありますので、よろしければアクセスをお願いいたします。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、最後に関連動画、プレイリスト、載せますので、そちらもよろしければアクセスしてみてください。はい、それではゲーム動画で行こうでした。